かなのわです。はい、ということで今回はですね、実は髪切ったんですよ。なんで今回は髪切ってからのヘアアレンジを紹介しようかなと思います。やっていこう。はい、アイロン電源つけてない、アイロン電源つけてない、つけてこつけてこ、アイロンの電源つけてないからつけてこんってことで、まあね、一つ言うとね、ノープランなんだ。だからマジで参考にしてっていうか紹介するわって感じ。ゆるく巻きたいんで太くしました。やばくない？なんか容器立ってる。わかる？容器立ってる。髪の毛は何もしてない。寝起きのまんま。あ、前髪だけちょっとあまりにもなかったから、前髪だけちょっと正常の位置に戻したけど、あとはね、何もしてないんで寝癖のまんまです。じゃあ行きよ。まず、ハメにしてる。最近ね、久々に段で分けてて、あんまり巻いてない。まあ、適当でーす。適当でー、こめかみんところでーす。こめかみっていうのよくわかりませんが、なんでもいいです。固定してきます。完成。頑張っちゃいます。しっけ、まずすべて外羽に、外羽にしていくよ。うそ、私さ、髪のね、切り方がね、前下がりっていう切り方なの。だから前の方が長いのよ。これ前やりにくいんだよね。でやるなよって話なんですけど、前下がりです、ずっと。これ外羽の時さ、こうやって上で、まあ、人差し指とかグッて入れて、ちょっとグッて、うお下手くそになったかも。曲げてれば、何でも OK。あっ、ちょい大雑把な心が出てしまう。一番下の段なんてどうせよくわかんないから何でもいいやっていうね。いや、あるあるじゃない。だって今日は巻いてないけど巻いてる風の髪だし。言えてた今。いや、最終的にはちょっと巻くんだけど。どっちやん、どっちやん。聞いて、最近ね、胃袋の限界がなくて困ってる。やばいよね。だからあんま食べてないんだけど。だって胃袋の限界がさ、ないってことはさ、永遠と食べれるわけじゃん。でもうちさ、太っちゃうから永遠と食べてたらデブるわけじゃん。でもその大して食べなくても胃の量が変わらない、胃の量、胃の満腹度が変わらないなら大して食べなくても一緒だなと思って、あんまり食べてない。よくない？なんかマジ胃袋限界ないんだけどって子はそうするといい。あんまり食うな、あんまり食うな。一応外羽ね、これ全部外羽しました。まあ、外に羽てれば何でもいいです。次は2段目。こいつは1段目と2段目混ざらない。まあ普通に下ろすんですか。このストレートの部分を内巻きにしていくよと。え、みんな、みんなみんなのもの聞いてくれ。ごめん、偉そうで。あのさ、ディズニーさ、新エリアできたじゃん。てかさ、ショップもさ、予約じゃん。レストランも予約じゃん。ポップコーンのとこですら予約じゃん。ビッグポップだっけ？しんどいよね。ちなみに私は明日行ってきます。しかも私ショップの予約取ったの。しょうがない、頑張った。すごいことなのかよくわかんないけど、自分の中ではかなりすごいと思っている。でもね、ポップコーンは取れなかった。無理。あれはあれは本当に無理。1ヶ月前からちゃんとディズニーに行きますよって予定を立ててる人じゃないと取れないよ、あれ。だってかね、1ヶ月前じゃないもん。チケットは取れんじゃん。予約取れないんだよ。夏、あ、行きたかったな。ポップコーン、ポップコーンケースめっちゃ可愛くない？買って何も使い道ないんだけどさ、欲しいよね。それがディズニーですよね。やっぱなんかすげえ、お前どこの毛だよみたいな毛巻いてたんだけど、クソ。あのさ、ノアがさ、作ってくれて
私覚えてる。まだつけていけてないんだよ。行きたくね、早く。なんかイメージだけど、ここがなんかこう外巻きと内巻きでこう丸がここに1個できるイメージ、だからすごくふわってするイメージ。だからふわってすれば OK。 やっていこう。負けたわ。負けた。そしたらなんかまあパワーアップしてもらって、でも結構この時点でもなんかさ、毛先だけこう巻かれてて可愛いんだけどさ、でももうちょっとふわっとしたいから、そっから表面をちょっと巻いていく。この脇のこの横の毛がある子はこれ後でやるから、ほっといて。表面、もう表面取って太巻きでこれさ、真横に持ってさ、こうやって巻くやつあんじゃん、それがいいよ。平ら巻きって言うんだっけ。ここもう真横でいい。はい、そう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 、こんな感じこんな感じこんな感じ。分かる分かる分かる。危ない危ない。平ら巻きがいい。平ら巻きが好き最近は。あとなんか同じくもランダムに表面をね取っていただいて、これでも一応その巻かれる向きを逆にしてる。今はね内巻き、内巻きにするときはこう上にこう転がしていく。で外巻きにするときは下に下に使う、中に中に転がしていく。こっち側を巻くときは外巻きにするときは上に巻いて、内巻きしたいときは中に中に巻いていく。一緒だっけ、忘れちゃった。ゆるーくこう巻きたいときは割と早めに崩してしまうことが多い。でもさ、外出かけるときはすぐ取れちゃうからさ、どうせ取れちゃうからあんまほどかないようにしてる。今はほどいちゃうね。でもさ、鬼滅の刃は映画始まりますね。見る？ほら見に行くよ。内容は知ってるけど、もう泣く準備していくから。みんなハンカチ用意だよ、マジで。この時期だからハンカチ持ってる人多いと思うけど、涙拭く用と普通に手を拭く用2枚持ってきな。聞いて、アニメつながりなんだけどさ、銀魂がさね、ファイナル映画やんの1月。やばい、予告ね、この前ね初公開されたんだけど、無理、もう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 泣く、マジで無理。自分の誕生日プレゼント銀魂の漫画全巻にしようかな。いや、あれじゃない、欲しいんだけど。なんかさ、ずっと欲しいんだけどさ、ヒロアカとかもさ、漫画欲しいんだけどさ、缶が多すぎてさ、買えないんだよね。買うのに勇気がいる。いくら好きでも買うのに勇気がいて。でも欲しいな。早く買って。カナの誕生日に、あ、もうすぐなんで。すいません、嘘です。自分で買います。顔周りの毛を巻いていくんだけど、顔周りは私ストレートなんですよ。ストレートの電源もつけます。顔周りの毛を取って上にこうやって持ってきてください。あ、ごめん見えなかった。ピューンってこうやってね、ピューンと持ってきてください。そしたらストレートアイロンでこの中間ら辺、この辺かな、この辺から持って、こうクーッとクーッとねじって後ろにね、持っててあげてください。そしたらね、自然な流れでこう勝手に外にキュンって、ほら今すごいすごく自然にこうね流れるんですよ。流れてくれるの。いい感じ、外にやって巻き髪に馴染むようにやってください。そしたら最後にちょっとワックスをつけて N ってやつ。え、どうよ、いい感じ、いい感じ、イル巻き完成です。言うて巻いてないよ。言うて巻いてる、ふう巻いてる、ふうなだけ。最近のカナの巻き髪事情でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。